こんにちは、速稼塾の久保です。この億万長者合宿ではとにかく YouTube を量産することを、お話ししてきました。それが軸になってね、いろんなことが展開されていくんで、小賢しいことする前に、YouTube どんどんやれということなんですよね。どんどん発信しましょうということなんですよ。でですね、 YouTube を発信するときに、2つの大きな障害といいますか思い込みっていうのがあるんですよ。一つはですね、不特定多数の人の前に顔をさらして、なんか怖くないんですかとか、それから会社にどうとかね、家族にバレたらとか言いますけども、やってみてくださいと。そんなね、誰が見とるんやって話ですよ。私はばかりながらチャンネル登録1万人ぐらいいますけども、1万人チャンネル登録していただいても、だいたい再生数って100とかね、200とかそんなもんなんですよ。だから 1% ぐらいしか見てくれません。チャンネル登録をするぐらいの意欲がある方、意識がある方でもあまり見ないんですよ。でプラスですね、再生数が100だろうが200だろうが300だろうが上がったところで、街角歩いてて、あ、 YouTube の人だ、全然思われないですから、逆にですね、 YouTube たくさん見るでしょ、私たちも。で YouTube に出てる人とすれ違うことありません。これと同じでございます。ですんで全く気にする必要はありません。でもう一つは、先ほどのようにね、人に見られたらどうしようと思うのとは裏腹にですね、別のこう恐怖といいますか、マインドブロックがあるんですよね。それはですね、自分の発信が誰にも届かないんじゃないかと。再生数がね、うわー、3しかないよ、5しかないよ、10しかないよ、1だよ、0だよみたいなね、いちいちショックを受けるんですよ。見られたいのか見られたくないのか分かんないですね、もうこうなると。でも言いますけども、再生数がたとえ1でもね、チャンネル登録1でも、それは社会に、世の中に、あなたの YouTuber としての世界が広がったその瞬間なんですよ。ここをね、忘れちゃいけないですよね。それこそね、1000個動画を作って全部ゼロとかだったらね、それは落ち込んでください。でもやる前から再生数が上がらなかったらどうしようとかね、それからチャンネル登録が0のままだったらどうしようとかね、チャンネル登録が2だったらどうしようとかね、1でもあればもう上等なんですよ。その1がね、1万とか10万とか100万の一番スタートライン、全部1ですから、全員1ですから、どんな人でも1しか、1からしか始まらないんですよ。全国各地にチェーン店を展開している大手、スーパーマーケットでもね、最初は1店舗から始まるんですよ。コンビニもそうです。最初は1店舗からなんですよ。マクドナルドも1店舗からなんですよ。他のハンバーガーショップもね、1店舗から始まって1店舗で終わるのか、それともね、数万件になるのか、その違いがあるだけです。それはですね、継続していくか、時代に合わせた変化をするかってところによって、広がっていくのかとかね、支持されるのかってことが決まるんですよ。あとはね、もう本当自分次第なんですよね。でもスタートラインはみんな一緒です。最初にやることはみんな一緒です。 Gmail のアカウント取るの全部一緒ですね。それから YouTube にアカウント開設するみんな一緒です。最初に動画を撮るのみんな一緒です、最初第一歩ってみんな一緒なんですよ。2歩目3歩目からだんだんこう分かれてくるんですよね。で大抵10歩目行くあたりにほとんどの人やめてますから、気合い入れてスタートだーって言ってからやめてますから、もうね、この1ヶ月の間にもう何人やめたんだって話ですよ。いや、もうやめてなくてもいろんな理由をつけてね、なんか今水面下でやってますとか言って、水面下でやってないって、水面下でやる必要はない、全部表でやらないとね、ということでございます。どんどんやっていきましょう。はい、じゃあ、いってらっしゃい。